こんばんは、しおちゃんのお時間です。チーターはかつて裕福な人々に狩猟用として飼育されてきました。何千年も前から皇帝や王、ファラオはチーターを富の印として所有していたのです。それではなぜ現代チーターは家畜動物ではないのでしょうか。そこで今回はチーターの生態について見ていくとともに、家畜化できなかった理由を解説していきます。しおちゃんでは生物を解説しているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。チーターはサバンナや半砂漠地帯などに生息するネコ科動物で、体長が110から150センチメートル、体重が35から72キログラムになります。彼らは約3秒で時速0キロから96キロまで加速できるとされ、世界最速の哺乳類と言われており、ガゼルなどの小型から中型有袋類、大型有袋類の幼獣などを食べ、ノウサギ類や鳥類を捕食することもあります。現在では信じがたいことですが、少なくとも数千年前から人間はチーターに狩りをさせるために訓練をしてきました。エジプト人は猫を飼っていただけでなく、紀元前1550年以前からチーターを飼い慣らしていたのです。彼らはチーターに人間と一緒に狩りをするように教えましたが、子供を捕まえて人間の間で育てることはしませんでした。すでに狩りの方法を覚えた大人のチーターを捕らえてきたのです。狩りの間、訓練されたチーターは適切な瞬間まで目隠しをされており、獲物が現れた瞬間放たれました。この狩猟方法はエジプトからペルシャやインドへと広がり、少なくとも20世紀まで続きました。そのためチーターはしばしば狩猟豹などと呼ばれていました。チーターはサハラ以南のアフリカの多くで見られますが、アジアにも生息しています。しかしアジアにいるチーターの数はわずか60頭しか残っておらず、その全て外来にのみ生息しています。このようにアジアのチーターは現在絶滅の危機に瀕していますが、かつてはインドと南西アジアで見られました。野生のチーターを捕らえて飼育していたことは、アジアに生息するチーターの急速な減少に関与した可能性があります。チーターがインドで珍しくなってからは、裕福な人々は狩猟のためにアフリカのチーターを輸入していました。チーターを捕らえるときは木に罠を仕掛けておき、チーターが爪を研ぐためこの木に近づいたところを捕らえました。一度チーターを捕らえると、女性と子供たちは一日中チーターの近くに座っておしゃべりをしました。これは人間の声に慣れさせるためです。このためチーターを訓練するのには数ヶ月はかかったと考えられています。しかしこのようなチーターによる狩猟は生活のためではありません。裕福な人々や王族たちはスポーツハンティングのためにチーターを飼育していたのです。ムガル帝国の皇帝アクバルガヨーはインドでチーターに狩りをさせた最初の人でした。1555年ファテバズという名前のチーターが初めて彼に贈られて以来、最も多い時は一度に1000頭のチーターを飼っていたとされ、寄生虫の49年間で9000頭のチーターを飼育していたと言われています。チーターを使った狩猟の習慣はロシアとモンゴル、そしてアゼルバイジャン、アルメニア、ジョージアに広がっています。1474年にアルメニアの支配者が100匹のチーターを飼っていたという報告が残っています。チーターによる狩猟は20世紀に多くが終了しましたが、いくつかの場所では今も続いており、現在でもアラブ首長国連邦の金持ちによってペットとして飼われているようです。またアフリカや中東の国々では狩猟の手伝いをさせているところもあります。あるビデオではチーターで鹿を狩るサウジアラビアの男性が映っています。その他チーターの毛皮が利用される地域もあります。しかしチーターの脆弱な保全状況から、人間の娯楽として使用するために野生のチーターを捕獲することは許可されていません。これまで多くの地域でたくさんのチーターが飼育調教されてきたにもかかわらず、どうして家畜化できなかったのでしょう。それは第一にチーターの繁殖力の低さが考えられます。チーターは決まった発情期がない上、メスは発情しても普段と異なる行動を見せることが少なく、発情しているとの判断が難しいのです。加えて一般的にネコ科の発情期が約2週間あるのに対して、チーターは1から2日間と極端に短く、発情期の判断が遅れると交尾のチャンスを逃してしまいます。
そのため飼育下での繁殖は特に難しいのです。そしてチーターのお見合いを設定しても必ずしも互いの好みに合うわけではありません。発情したメスは木や茂み、岩などに放尿し、その匂いを嗅ぎつけた優位のオスは鳴き声を上げながらメスを追跡するのですが、このような十分な広さを飼育下で確保することは困難です。そのため動物園ではチーターの繁殖を促進するために、例えば野生のチーターから採取した精液や卵子を使用するなどして体外受精や代理出産といった技術を用いるなど、さまざまな試みが行われています。またチーターは必ず親から狩りを学びます。チーターの子供は生まれてから約2年間母親と一緒に暮らしますが、その間に母親は子供たちに狩りの方法や敵から身を守る方法を教えます。彼らは狩りをするときに高速で走ることができますが、それだけでは十分ではありません。獲物を見つけたり追いかけたり捕まえたりするには戦略や技術が必要です。それらは親から学ぶことで身につけます。狩猟用のチーターが全て大人を捕らえていたのはこのためで、人間が狩りを教えることはできないのです。さらにチーターが家畜化できない理由として人間をリーダーとみなさないことが挙げられます。チーターは母親とその子供、血縁関係のある個体、そしてまれにこうした群れに兄弟ではない個体が含まれる小規模な群れを形成することがありますが、基本的には単独で生活します。またオスは縄張りを形成します。一方家畜化できる動物は序列性のある集団を形成します。群れを形成する動物にも個体間で序列性を作り、自身よりも序列上位の個体の行動に習う習性を持つ種と持たない種がいますが、牛や馬、羊などは前者の典型であり、集団のヒエラルキーの頂点に人を据えることで容易に集団のコントロールが可能になります。このためチーターは人間になれることはあっても人間をリーダーとみなさないので家畜化は難しいのです。また食料の問題も挙げられます。多くの種類の食料を進んで食べ、また生態ピラミッドの階に位置する飼料、その中でも特に人が食べられないマグサや牧草などの餌を主食とする動物は飼育に多くの出費を必要としないため家畜化されやすくなります。その点純粋な肉食動物はたくさんの動物の肉を必要とするため家畜としては適していません。例外としてもともと肉食だった犬や猫は残飯で飼育できたため家畜化が可能になりましたが、チーターはできませんでした。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。